さて、お前たちはこれからどうするつもりなんだ？俺はこのまま東に向かうが。東へ？何があるというんだ？俺の持つ竜の目を通じて奴の気配を感じる。その先に竜の巣があるはずだ。まさか貴様！今さら止めるつもりではなかろうな。俺は約束通りフレースベルグとの対話のためこれまで力を貸してきた。氷の巫女よ、お前の試みが失敗した今、コートを救う方法はただ一つ、ニーズヘッグを撃つ、それだけだ。人が犯した罪の深さを聞いてなお、それでも粒子戦争を続けるつもりか？いいや、ここでケリをつけてやるさ。俺の手でニーズヘッグを殺す。待ってくれ、賞賛はあってのことなのか？今も感じたフレースベルグのとてつもない力、ニーズヘッグもその七大天竜の一翼なんだぞ。イシュガルドの守りを固め、全戦力を投じて迎撃してさえ勝てるかどうか、それを敵地に乗り込んで倒すなどと。手はあるさ。こちらには竜の目があるからな。この時代に出会った二人の青の竜騎士が力を合わせれば、やり。とはいえ、奴の居所をつかまなければ話にならん。いずれにせよ、まずは竜の巣を見つけるのが先決だ。なんという狂乱の歴史なのだ。結局、血で血を洗うことでしか解決できないのか。歴史とはそういうものだ。そしてそれは人も同じ。俺の手が竜の血に染まろうとも、俺は今やれることをやる。何もできなかった。私のしてきたことは、私は夢を見ていたのか。すべては氷結の幻想だと。放っておけ。今のそいつに何を話しても無駄だ。貫く意志の槍が折れた奴にもはや用はない。